前ちょっとクラブの動きは4パターン前回のやつ僕書き忘れて4パターンしかないっていうのは言ったっけ、言ってないでしょ。それからちょっと言っていい、そうするとこうちゃんが今日全部意図的でコントロールできるから、で思いっきり振っても球が曲がる気がしなくなる状態にして、試合特に試合とかって緊張した場面だからもうパーンって振りたいじゃん、うん、でしょ。なんかそれをやろうとするとここを詰まったりとかガーンって合わせいっちゃって余計いっちゃうわけで、その理屈になるまでにちょっとストーリーがあるから言っていいですか、はい、この棒ね、この棒をコウちゃんはこっちに向かって打つのにインアウトとアウトインしかないじゃん、でそれが薄かったらまあインまっすぐもあるけど、まずこの棒を振るのは2つしかないよね。それに対してあとはいつもやってるみたいにフェイスは卓球で言ったらドライブとスライスカット、うん、ドライブとカットしかないでしょ、うん、ってことはこの組み合わせは 2×2 で4つしかないわけ、ゴルフクラブの扱い方っていうのはすごく大きく分けると、そう分類すると、そうすると心ちゃんが基本的にいいショット打ってる時アデル攻めを食らってるのはインアウトのドライブ打つとドローでしょ、うんうん、であちゃ引っ掛けたって言ってる時は自分はやってるつもりないのに体でガーとか言ってくるとアウトインのドライブでしょ、うん、そうでアプローチで最近ふわって打ててきたりしてるのはちょっとアウトインのカットにするとふわって言われたもんだ、インアウトのカットはプッシュ、そう右プッシュか、またはカットが強かったらプッシュスライ ス、この4つしかないじゃん。じゃあこの4つをじゃあちょっと自分でコントロールするよ、右手1本で。じゃあインアウトドライブ、そうはい、アウトイン、僕が言った通りにパンパン言ってアウトインドライブ、そうはい、アウトインカット、はいインアウトカット、そうプッシュだよね。これをだんだん早く、もっと早くで、インアウトドライブ大きく早くビュッて振ってくる、インアウトドライブ、そうアウトインカット、そうアウトインドライブ、思いっきり振って、そうインアウトドライブ、思いっきり振って、そう片手だったら早く振ろうが遅く振ろうが関係ないでくるでしょ、意識としてはもう満振りしてって、ほら思いっきり振ったって体は回ってるけど意図的でしょ。全て今日のテーマはココロちゃんが意図的に何でもできるよと。ココロちゃんここからもう本当に70代パワープレーってずっとやっていくにはもう卓球の培ったのを完全にぶち込んでいくから分かる。もう全て一球たりとも体をこう動かしてうまく動かしたからナイスショットが出たっていう順番はいらないわけ。今度は私はこういう球を打ちたいからこういう動きをする、真逆にしたい、こういう球を打ちたいからこういう動きをする。今まではこういう動きをしたからナイスショットが出た、こういう動きをしたんだけどうわ引っ掛けた、で引っ掛けたらはあ、なんかあ森さん言ってることできなかったなってやってるでしょ、こうなんなかったなとかやってるでしょ、じゃなくてその順番を逆にしたいわけ。コボルちゃんがやることはないけど接待ゴルフで左引っ掛けたかったら何やんの、アウトインドライブでしょ。じゃあいいドローしたかったらインアウトドライブ、そうそう卓球の時そうでしょ、相手が来てそれに対して相手の打ちにくいところに打ったりとか方向と球筋を全部コントロールしてるでしょ、意識してるでしょ一瞬のうちに。でこれが例えばこのレベルがぐーってこうなってくだけ、あちょっとわかる、うん、そうそうするとはいインアウトドライブってやったらこれがストレートドローだよね、そうでアウトインカットはアウトインカットってやるとフェード、小平君みたいなフェード、思いっきり振ってこういきなり思いっきり振って、そうそう右で一本でインサイドアウトドライブ、そう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 、こんぐらいストレートドローだったらサイドアウトドライブでしょ。こんなのでダフったりした時はびっくりしてくんなきゃ困る、王者が狙ったのにダフってるということは絶対またこの陣取り合戦が始まってるわけ、左がグッて力んだり、そうそうだから大体陣取り合戦終わったらこいつをちょっと楽にしてあげる、そうそうそう、インサイドアウトドライブドーン、そういいよ、人から見たら映像で見たら両手で振って普通に振ってんだけど心ちゃんの中では右手1本でインサイドアウトドライブ、そうはいもっと振ってく、そう心ちゃんだったら薄いドローボール、ストレートドローが持ち球だから構えたらちゃんとこういうイメージを持つわけ、うーん特にここは出玉ね、ないって、うん、ないでしょ、まっすぐ飛ばそうと、そうそうまっすぐ飛ばそうでしょ。今年の全英オープンとかみたいにタイガーがさフェード打つ前にこうやってやつ、タイガーがもう大げさにこうやってこっからこういう風にちょっとインテンションやってる、
あのタイガーでも普段普通にパンってドローだから嫌だよってこう使いたいよって現れでしょ。全ショットアプローチもパターンパターンまでは多分イメージしなくていいけど、アプローチまで全部左回転なの右回転なのって意識的にやる。なんかここしかスペースがなくて、ここからなんかフックかければひょっとしたら乗るかもしれないってさ、ちょっとトライするじゃん。あの感じを全ショットやってほしいわけ。そうそう、でこんなんだったら激しいフックだけど、こうやったらほぼストレートドローですよ。はい、はい、ほらうまいでしょ。これが本来のゴルフスイングだと思わない？こう打ちたいからこう打つみたいな。インサイドアウトで、はい、おう、そうかっこいいよ。フィニッシュ、下半身楽にしてインサイドアウトドライブ、ちゃんと左回転かけて、そう、早い早い。